障害学習コーディネーターの会の坂口と藤森でございます。3月11日水曜日午後2時から築地社協4階の視聴覚教室です。あのたくさん講演会ってあると思うんですけど、真面目だけではなかなかあのこうスッと入ってこないお話って多いと思うんですね。で、茨城からわざわざお二方の先生をお呼びしたのは非常にユーモアあふれていて、心に食いばかりの会話のこのお二人のキャッチの中で、ボランティアって何なんだろうとか、高齢者が社会コミュニティを作っていくのにどういう要素が必要なのかというお話なんですね。もう時間があっという間に過ぎます。絶対にボランティアの皆さんに聞いていただきたいお話ですから、やりくりして、いらしてください。